というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。今回は毎度おなじみのあのインスパイロンシリーズのレビューとなります。またね、かなりコスパが良さそうなモデルを見つけました。ということで本日紹介するノート PC はこちらになります。はい、デルのインスパイロン15-3535となります。 OS は Windows 11 Home、 CPU は最新の 7530U で超ハイパワー、メモリも 16GB でデュアルチャンネル、 SSD も M.2 で 512GB 搭載、そして画面はまさかの 120Hz 対応で、お値段は驚愕の5万円台です。これだけ優秀なスペックの割に価格があまりにも安すぎると、一体どこでコストカットしているのかもはや不安になりますが、早速詳細なレビューに移りましょう。まずは見た目を確認していきましょう。今回のインスパイロン15は3000番台のモデルになるので、5000番台などと比べると若干見た目やスペックなどが劣ると言われているのですが、今回の3535は想像よりはるかにシャープな見た目をしていて、全然5000番台とも戦える優秀なデザインとなっています。側面から見ても非常に薄くスタイリッシュに見える構造で、これで5万円台なら十分満足感ありますよね。素晴らしいです。まあさすがに裏面はコストカットのためかややプラスチック感が強い見た目となっていますが、これはこれで傷がつきにくい素材なので個人的には全然ありですね。あと一つ気になった点として、筐体がちょっとやわいですね。特にロゴ部分は強く押すとベコベコするんですよね。このあたりがコスト削減の影響を受けているかもしれません。本体サイズは横が約 36cm、 縦が約 23.5cm、 厚みが約 20mm 程度となっており、15インチクラスのノート PC としては標準的な大きさだと思います。 A4 のノートよりは一回り大きいぐらいのサイズ感です。重量は実測で約 1.67kg と同じサイズのノート PC の中では十分軽い方ですが、持ち運びを考えると若干ストレスかなぐらいの重さですね。あと個人的に気になったのが、液晶部分に重さが集中しているので少しだけ倒れやすいです。重量バランスがねちょっと特殊です。ディスプレイは非光沢タイプで解像度はフル HD となります。もちろんですがタッチ操作にも非対応、このあたりはコストカットが垣間見えるのですが、なぜかこのモデルは 120Hz に対応しているんですよね。動画ではお伝えできませんが、めちゃくちゃ映像がヌルッヌルしています。視野角も問題なく、解像度も一般的な用途では全然許容範囲なので、この値段なら十分すぎるんじゃないでしょうか。まあインスパイロン系は色味があまり良くないという意見も結構聞くので、このあたりは人によって評価が分かれそうですが、少なくともリフレッシュレート 120Hz はマジで最高です。これ20万円するクリエイターノートでも対応してなかったりするので激推しポイントですね。キーボードは日本語配列ですが、テンキーが細長かったり、エンターやバックスペースにやや癖があります。キーピッチは横が 19mm、 縦が 18mm とやや縦が短いのが惜しいですが、タイピングしていて違和感は感じないです。なおキーストロークは 1.5mm 程度となるので、まあ浅くもなく深くもない感じです。ちなみに僕はもうちょっと浅い方が好きです。押し心地に関しては柔らかすぎず、強いて言えば若干硬いかなぐらいです。キーボードバックライトは残念ながら非搭載です。これは価格を下げるためにあえて搭載していないと思うので割り切りが必要ですね。あとは電源ボタンがキーボード内に設置されているので、これも押し間違えないように注意が必要です。まあ少し固めに作られているので間違いにくいとは思います。トラックパッドはデルの製品らしくとてもいい使用感で、相変わらず非常に使いやすいです。レスポンスも良く反応も良好。さすがに XPS とかと比べると汗をかくと若干引っかかる素材ですが、ストレスは感じない範囲です。サイズもかなり大きく作られているので不便は感じないですね。安いモデルでも操作系の品質はしっかり維持してくれるのは非常に好印象です。インターフェースは左側に電源端子 HDMI、 USB-A、 Type-C を搭載、右側にはイヤホン端子 USB-A、 SD カードスロットがあります。ここの USB 2つは 3.2 対応で非常に高速なモデルですが、こちらの Type-C は残念ながら PD 充電には非対応で、データ通信専用の端子となります。これは非常に惜しいですね。スピーカーは本体裏面に2つ搭載されています。音質は普通といったところでしょうか。低音は出ませんが決して悪くはないので普通に使える範囲ではあります。あとディスプレイ上部にウェブカメラも搭載されています。画質は 720p の HD 画質で、色も若干薄めでそれなりの品質ですが、オンライン会議などには問題なく使えると思います。では次は実際に本体を起動して初期導入ソフトや実際の挙動を見ていきましょう。まず初めから導入済みのソフトウェアはこ
こんな感じで、デルの公式ソフトが結構入っていますね。これに関しては他のデル製品にも標準で入っているアプリなので必要最低限と言えると思います。あとはマカフィーが気になるぐらいでしょうか。このあたりは不要ならアンインストールを実行しましょう。ちなみに初期状態のディスクの空き容量は 400GB ちょっとです。今回は 512GB モデルを買いましたが、 OS やリカバリー領域が結構容量を食っているので注意です。で、実際にいろいろ操作してみた感想ですが、もうめちゃくちゃに快適で、ブラウジングや YouTube 視聴、オフィス利用なども全く不満なしですね。というか僕のメインノート PC である XPS13 よりレスポンスいいです。5万円台でこのレスポンスの PC が手に入るのは驚愕ですね。動画視聴時の CPU 利用率やメモリ使用量もかなり余裕があって文句なしですね。では次にベンチマークを測っていきましょう。まずはおなじみのパスマークパフォーマンステストから実行していきます。結果はこちらです。はい、とんでもないスコアが出ていますね。 CPU スコアはまさかの1万6000点ぐらいで、一昔前のデスクトップ用のコア i9 ぐらいのスコアが出ています。5万円台のノート PC でこれはオーバーすぎる。 3D グラフィックに関しては内蔵 GPU ということもあり平均的なスコアです。こちらに関しては後で実際にゲームを起動して検証します。 SSD などに関しても申し分ないスコアで、非常にコストパフォーマンスに優れているモデルと言えるでしょう。素晴らしい。なおシネベンチとサンドラのメモリテストの結果はこんな感じでした。シネベンチはマルチシングルともに非常に優秀な結果です。待機テストに関してもデュアルチャンネルの恩恵を受けた良好な結果となっています。次はクリスタルディスクマークで SSD の速度を測っていきましょう。結果はこちらです。はい、めちゃくちゃに速いですね。文句なしです。というかその辺の10万円ぐらいの PC より下手したら全然速いです。ちなみに残念ながら SD スロットのアクセスはめちゃくちゃ遅いです。これは完全にコストカットの影響が出ていますね。ちょっと気になるポイントです。では次にゲームベンチを実行してみます。まずはドラクエ10から。結果はこんな感じでした。はい、低画質設定だとほぼ振り切っているスコアが出たので、一昔前の 3D ゲームやマイクラなどは問題なく遊べると言えるでしょう。ちなみに最高画質でフル HD にしてもとても快適判定となりました。内蔵グラフィックでこれなら十分すぎるのではないでしょうか。参考程度に FF14 のベンチも初期設定で実行してみました。結果はこんな感じです。はい、まあ通常プレイはちょっと厳しいかなという結果ですね。これはまあ仕方ないです。一応最低レベルの設定でも実行してみました。この状態なら快適表示になるので設定をいじれば問題なく遊べそうです。次は原神を実行してみます。起動やログインもスムーズにできて、ちゃんとゲームもプレイ可能でした。素晴らしいですね。フル HD 設定で FPS35 ぐらいは確保できていたので、もう少し設定を下げれば十分プレイ可能な範囲だと思います。ちなみにホグワーツレガシーも最小限の設定なら一応動作しました。やばいですね。ただ通常プレイはちょっと厳しいかなというレスポンスです。 FPS もかなり低いです。次は動画編集ソフトを起動してみましょう。まずはフリーソフトの AVIUTL や YMM4 の動作ですが、基本的な挙動はサクサクで問題なく動作しました。このレベルならフル HD の動画編集でもストレスなく作業できそうです。エンコードもかなり早いので十分実用範囲と言えるでしょう。素晴らしいですね。 Adobe のプレミアプロに関してもスムーズに実行できました。シンプルなカット編集程度なら不満を感じることもないでしょう。なおエンコード速度は1分のフル HD 動画で約10秒ほどとめちゃくちゃ高速です。発熱に関してはベンチマークなどの実行時で最高44度ぐらいで、このあたりが一番熱くなります。排気口がある位置ですね。キーボードの真ん中はそこまで熱くならないので高負荷時でも問題なく触れる温度です。ちなみに内部温度は最高83度ぐらいでした。ノート PC ならまあこんなもんでしょう。消費電力に関してはベンチマーク時で最高40ワット程度でした。付属の AC アダプタは65ワットなので少し余裕がありますね。なおアイドル時に関しては6ワット程度でとてもエコです。騒音に関しては予想してたよりはマシでしたが、しっかりとファンは高速回転するので決して静かではないです。カフェなどでエンコードやベンチマークをするのは控えた方がいいかもしれません。バッテリー持ちに関してはいつも通り YouTube を流しっぱで放置した結果こんな感じになりました。めちゃめちゃロングライフです。このバッテリー持ちなら外出先で困ることもないでしょう。本機種は PD 充電に対応していないのでこのぐらいはバッテリー持ちがあった方がありがたいですね。では一通りレビューも終わったので最後に分解して中身を確認していきましょう。このモデルは裏側のプラスネジ8本を外すだけでカバーが取り外せる構造になっているので比較的分解難易度は低いと思います。でカバーを外した状態はこんな感じで、まずメモリは2つともスロットに搭載されている形になっているので取り外して交換することができます。ちなみに元々ついていたメモリはキングストン製のものでした。そして SSD に関してもここから簡単
単に取り外して交換することが可能です。こちらは2230タイプの SSD で PCI Express Generation 4対応のモデルですね。このノート PC のチップセットでは Generation 3までしか対応していないので、速度が頭打ちになっている可能性がありますね。といっても十分に速かったんで文句はないですけどね。あと気になった点としては、ここに HDD と書かれた空洞があります。一瞬増設できるかなと思ったんですが、パッと見た感じ接続用のコネクタ類が見つからないので、そのままでは使えないですね。変な重量バランスだと感じた原因はここかもしれませんね。はい、という感じでね、インスパイロン153535いかがだったでしょうか。ところどころコストカットの部分が垣間見えるスペックのノート PC でしたが、それでもメモリ 16GB、 SSD 512GB で 120Hz ディスプレイでお値段 58,000 円は異次元です。あまりにも安すぎる。 CPU も N100 とかじゃなくて 7530U だし、6コア12スレッドでめちゃくちゃ速いし、 3D ゲームや編集作業もこなせます。最強すぎるでしょ。てね、褒めてばかりでも捨てまみたいになるので、惜しいポイントもまとめました。こんな感じでしょうか。この辺を許せるかは個人の好みの問題かとは思いますが、僕はこの PD 充電非対応が一番残念でしたね。非常に惜しい。これがあれば僕的には満足度100点だったんですけどね。といってもね、総合的に見てかなりコスパのいい激安モデルであることには変わりありません。気になったらね、ぜひ販売してるうちにチェックしてみてください。まあ毎度のことながら、レビューを作っている間に値上げされたりとか、人気すぎて売り切れていたりしたら本当に申し訳ない。一応購入したモデルの名称やリンクなどは概要欄に掲載していますので、後で確認してみてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。それでは良き PC ライフを。またお会いしましょう。バイバイ。